皆さんこんばんは。平成30年7月8日ボギーチャンネルボギー大佐の言いたい放題のお時間でございますが、ボギー大佐またしても緊急任務ということになりまして、私ボギー中佐のと、影武者たちの言いたい放題というお時間に相なりました。はい。皆様、そういうことで申し訳ございません。はい。ボギー中佐の言いたい放題ということに相なりました。はい。まあ、なんと言いますか。ね、音が小さい。音が小さいですか？ちょっと待ってくださいね。どうでしょうか？音はよろしいですか？音が小さい。今は大丈夫ですか？もうちょっとです。はい。どうでしょうか？どうでしょうか？OK ですかね。はい。じゃあ、これでやさせていただきます。はい。ちょっとボギーさん、急遽潜水艦に相なりまして、ちょっと何されてるかは聞いてるんですが、ちょっとこれは喋れないなということで、中佐の言いたい放題ということになりました。まあ、誰かさんは、ね、人のふんどしで相撲を取るなとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい。まあ、ね、ボギーチャンネルというのは、私たち、影武者たちと皆様、視聴者様のご協力によって成り立っているチャンネルと思いますので、まだ小さい、もしもし、まだ小さいですか？また声が小さくなった。今どうでしょうか？何も聞こえない。すいませんね、なんか設定がおかしいのかな。あ、どうですか？少し聞こえます。今 OK ですか？すいません、OK ですかね。もしもし、ちょっとヘッドセット外します。もしもし、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大きくなったり小さくなったりし、あ、今は大丈夫ですか？今は大丈夫ですか？ OK。OK。あれ？ OK。あら、聞こえてない人もいますね。ちょっと一旦切ってまた再起動します。はい。はい。皆さんどうでしょうか。今はバッチリのようですね。はいはい。OK ということで、すみません。ボギー中佐の言いたい放題ということになりまして、まずお知らせの方からやらせていただこうと思いますが、本日21時55分から、シェリーさんのところで拉致被害者全員奪還キャスがございます。はい、本日のゲストの方は三浦小太郎先生ということで、またいいお話が聞けると思いますので、21時55分からは皆様拉致被害者全員奪還キャスの方に行っていただければと存じます。はい。で、それからですね、ボギー中佐からのお知らせといたしましては、ボギーチャンネルはボギー大佐が不在の時は影武者である者たちがボギーさんを支えることになっておりますので、そこはご了承いただきたいかなと思います。その辺はよろしいでしょうか。はい。はい。42歳厄年、ボギー中佐からのお願いでございます。ありがとうございます。なんて言うと、鳥肌みどるさんのようになってしまうんですけれども、はい。交渉は一応、ボギーさんの影武者は中佐からタイまではいることになっているようですけど、非公式もいるものに、非公式もいるみたいですけどね、はい。いろいろと影で動いておりますので、はい。いろいろ言う方も、根気を逃すな、中佐。逃してます。はい。いろいろと、影に回る者たちが動いておりますので、その辺はご了承いただきたいと存じます。はい。で、あとはそうですね、よく、先日豪雨がございましたが、皆様のところはどうだったでしょうか。私のところは、ちょっと近くで、唐津さん、それはちょっと勘弁してください。私のところでは土砂崩れでちょっと2人ほどお亡くなりになったということで、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい。で、他は皆さんのところではいかがだったでしょうか。また台風8号が、来るということで、ちょっと大変なあれです。で、それともう一つお願いがございます。ボギーチャンネルでは、仲良くがモットーでございますので、コメント欄に、不埒なことを書かれる方は、申し訳ありませんが、ご遠慮願いたいと思います。はい。はい。そういうことで、本日のご予定としてはですね、沖縄はパヨパヨチーンの島だけではないということを言いたいということなんですね。私は常に、少佐からは怒られてるんですけれども、はい。沖縄のパヨクばっかりに取り囲まれてるんじゃなくて、沖縄のもっといいところを紹介せんかいというふうに常に怒られております。はい。そういうことで、これは誰かは秘密です。はい。ということで、後半は、沖縄の良いところをご紹介したいなと思うんですが、私、取り囲まれるのが好きというよりも、話を聞きたくて近づいていくと取り囲まれるということなんですよね。そしたらなんか、取り囲まれる性癖に目覚めてしまったようで申し訳ございません。はい。そういうことで、沖縄のいいところというと、やっぱりこういう海の中だとは思いますけれども、はい。海の中の状態は非常に綺麗な、花もぎちゃん、ある意味ド M やんっていう、そうなんですけどド M なんですかね。私ド M のつもりないんですけどね。まあね、性癖というより中佐はオキパイをすなどる漁師です。まあそうです。セイラさんそうです。なんかオキパイを釣るというか、オキパイを集めてしまうようで、そういう星のもとに生まれたと思って諦めてます。はい。まあ、あれ、そろそろ、コラボにまた上がっていただきたいなとは思うんですけれども、あ、著作権料をいただきますということで、あ、申し訳ございません。まあ、沖縄のね、サンゴハートさんが夕明け歌手されてますけども、よいしょ、こちらのお写真なんかはどうなんでしょうかと。いうことで、非常に美しいお魚さんが、ね、なんか皆さん、なんかあることないことをおっしゃってますね。なんか丸さんとして、なんか中佐の性癖っていうかまあ、沖縄のね、ありゃりゃ。沖縄のうまいところのありますけれども、おかしいな、コラボ設定にしてるのにコラボに入れないのかな、皆さん。よいしょ。まあ、よいしょ。まあ、このお写真が皆さん好きなんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。あ、来た来た。よいしょ。すいません、少佐、ありがとうございます。もしもし。はい、つながりましたか。つながりましたか。つながっております。僕は聞こえます。つながります。僕は聞こえます。あ、全然大丈夫です。写真無断使用しないでください。はいで、冗談で言ってきますね。はい。すいません。無断解釈しておりました。はい。いや、無断使用しないでください。聞いてないよってことで。はい。はいはい。ちょっと今日は、ネタがなかったものですから、無断解釈させていただきました。だから、そう。いや、今度皆さんにはね、いろいろな魚の写真見せるって言って、準備してたんですけどね。はい。まあどうぞどうぞ続けてください。案外こっちの方がいいのかもしれませんけど。私聞いてますんで。案外こっちの方がいいのかもしれませんけど。まあなんで HK 仮面なの？あ、いやいやいや。なんかHK 困った時の HK さんですので。困った時の HK さんですので。いやー困ったの。いやーまあ困りますよ。なかなか場が持たないと言いますか。なかなか場が持たないと。頑張ってくださいよ。海は広いな、大きいなということで、サンゴが。こちらのサンゴハートさんがいるの。美しい海のお写真で。はい、いえいえ、どうぞどうぞ。あー、はいはい。少佐をと絞って、はい。あ、大佐がちょっと。これで大丈夫かな。あ、大佐ありがとうございます。すいません。はい。これでどうでしょう、皆さん。私が大きいっていうことで、私絞りますね。中佐、はい、どうぞ続けてくださいな。すいません。私、魚の知識がほとんどないんですが、この写ってるお魚さんは何でしょうか？私は何を見てるかわからないんで、ちょっと待ってください。ちょっとお待ちください。映ってるお魚？青い魚？ちょっと待ってね。モニターを見ないと見えない。そうでした。失礼いたしました。自分で撮ってるんですけど。ちょっと待ってね。今、モニター用意するんで。よ。ませんね。あ、はい。なんとか台です。なんとか台です。はい。まあ、裏のサンゴは、これはハードコアと呼ばれるやつでしょうか。これソフトです。こっちは。硬いのかなと思ってましたけど。これは柔らかい方、あ、硬い方ですね。硬い方ですか。ごめんなさい。硬い方ですね。はい。次は、私ちょっとピンボケた熊、隠れにしました。はい。次はテーブル3号のお写真ですかね、これは。あ、どうぞ。僕はあ、これテーブル3号ですね。はい。なんか見事なお写真ですね。はい。これ手前の白いところは発火してるんですよ、ちなみに。今回、台風で発火が現象が抑えられるといいですけど、まあ、災害がちょっと心配されますね。そうですね。はい、これ結構、大きいです。はい。はい。取ったとこ覚えてないですけど、多分ケラマです。はい。いや、すいません。もう、詳細に。はい、ウミガメさんの写真とか、いただいたお写真をちょっとお借りしているという状態。ああ、これですね。はい、高いですよ。すいませんね。あとで原稿料をお払いしなきゃいけないですね。はい、原稿料入れてください。はい、これは、タイ米かな。ああ、なるほど。はい。大体沖縄って赤もいるんですけど、はい、タイマイか、青ウミガメがほとんどなんですよね。はい、これはケラマですんで、はい、確かこれはザマミだったかな。あ、違う、トカシキだったかな。うん、で、これはタイマイですね、多分。はい、僕も甲羅をね、ちゃんと見ないとはっきり言い切れないんですけど。はい。手前に魚いて。はい。もっとよく映ってたのがあったような気がするんですが、どれだったかな。これよく映ってると思うんですけど。あ、いやいや、そうじゃなくて、甲羅までしっかり映ってる写真があったり。今日私使ってる隠れ熊の実、あまり良くないのを使ったんですけど。よいしょ。あ、これは切れちゃいましたね。あ、今、ふむふむさんが余裕ぶっこいてるけど逃げる気なくして、この日撮ったこの亀さんは、お食事中で、あまり食事に集中してて、結構、人に神経を尖らしてるんじゃなくて、食事に一生懸命でしたね。はい。まあ、そうでしたね。だから結構これはおとなしいやつでした。だいたい人間近づくと、いいよ、つって逃げてっちゃう子が多いんですけど、この写真の時の亀さんは確か食事に熱中してまして、結構フレンドリーな人でした。花さん乗っても竜宮城には行けません。確かに。うん。結構大きいのもいるらしいんですけどね。はい、中サイよりは小さいです。はい。でかい亀がいたら大変です。うん、はい。次はどうでしょうか。次何なんでしょう。あ、これは、熊の実ですね。さっき出したのが多分、顔を出してるのも、熊の実だったのかな。はい、まあ、そうです。これは熊の実ですね。ご夫婦だす、多分。ってことは、オスの方が、気性が荒いわけですね。はい、熊の実はあんまり、浜熊の実の方が元気ですよ。はい。はい。で、それから。ね、6種類熊の実いるってお話を以前させていただいたんですけど、ちょっと今日僕、あまり綺麗な写真じゃないんですけど、隠れ熊の実の写真使ってるんですけど、これは普通の熊の実で、これで2種類ですね。結構熊の実は見れます。これっていうところじゃなくても。こちらはどうでしょうかね。これは、これはあれですね、浜熊の実ですね。多分。隠れかな、隠れっぽいんだけど、撮った写真の、つながりを見るとわかるんですけど、隠れかなちょっと自信ないです。浜熊の実のような、隠れ熊の上だと思うんですけどね。はい。僕の少佐からいただいたお写真は、結構サンゴが綺麗な写真が目白押しだったんですけどね。そうですよ。綺麗なサンゴしか送ってないもん。お魚送ってないもん、あんまり。はい。これはなんだっけな。内容なんとかっていう。覚えてないんだよ。僕もいつも図鑑みたいなのを見て、記録に書くんですけど、はい。あんまりメジャーなお魚さんのを多分中佐にあんまり送ってないんで、南洋ハギとか、南洋ハギってドリーね。とか普通の蝶々魚とか、はい、送ってないんで、あとよく食べる魚とかね。はい。そうですね。この紫色のサンゴは何でしょうかね。あ、青いサンゴでしょ？あ、はい。このはいはい。これ確かツイッターの、これツイッターのあれですよね。チャンネルボギーのツイッターで使ってる写真ですよね。あれ違かったっけ？確かそうです。そうですよね。これ、なんとか、サンゴの名前って結構覚えてないんですけど、これ結構綺麗に自分でも撮れてたんで、提供させていただいたんですけど、これは、サンゴですね。はい。色鮮やかで。こちらも、ね、そうですね。サンゴとか言いながら、イソギンチャクが出てこないようにしてくださいね。はい。こちらもそうです。あ、これは、サンゴですね。はい。イソギンチャクじゃないですね。これがツイッターかな？なんかの画像で使ってるやつですね、今ね。はい。うん。もうちょっとサンゴから根のサンゴから透かし展示台とか出てる写真とか送ればよかったですね。ちょっと急遽だったので。これも毛玉ですね。はい。はい。茶炭で撮ったやつとか、漫才で撮ったやつとかもあるんで、はい、機会があったらもうちょっとお魚をメインとしてね、今回サンゴが多いのは、はい、中3のところにサンゴしか送ってないからっていう。はい。濃いなーって、そうですね、透明度が撮ったときすっごい良くて、これはなんとか台ですね、確か。はい。なんかわけわかんないこと書いてるし、キトスさん。結構これ、こんな写真も送ってたんだっけっていうのを見せさせられて、はい、そうですね、できればちょっと、もう少し、調査としっかり詰めてお話ししたかったですけれども。そうですね。今日はサンゴがメインになっちゃって、はい、お魚さん、次回はやるときはお魚さんメインでやりたいなと思いますけどね。ちゃんと準備してからやりましょうね。はい、はい、はい。ちょっと最初、はい、今日のキャスは最初の方で音声エラーとかが出たりとか、いろいろトラブったりしましたけれども、今、21時45分ということで、そろそろ締めに入らないと。あと5分ぐらいしかできないですね。はい。そうですな。シェリさんいますからな。ご迷惑がかかりますので。はい。そうですな。興味ある人は、ね、できるだけ、シェリさんの奪還キャスも行っていただきたいですからね。はい。鈴猫さんも潜られるんですね、沖縄に。本当ですね。私、今回、中佐が提供している写真は全部、沖縄本島から、約、1時間ぐらいできる、慶良間諸島の、で、潜った時の写真ですんで。はい。そうですね。今日はのんびりキャスということで、海の写真をご紹介させていただきましたけれども。はい、そうですね。毛玉じゃないです。ケラマです。はい。ケラマ諸島です。そうね、万座はそう。万座はね、船で数分で行けますね。はい。そういうのもね、万座深いんでね、体験ダイビングには向いてないんですけどね。うん。私としましては、ボギーチャンネルの代打をこうやって急遽させていただくことが多くありますけれども、まあ、それに文句を言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、その辺はちょっとご了承いただきたいなと存じます。はい。で、まあね。まあ、その他は、この後は拉致キャスの方でも、拉致被害者全員奪還キャスの方も頑張って見ていただきたいなと存じますし、そうですね。明日になればまた、ボギーさんの見たい放題のお時間ということにもなりますし、今日はちょっと、美味しい魚写真希望だそうですんで、次用意しておきましょうね。はい、そうですね。はい。はい。66名の方が今日来ていただいてますけれども、はい。はい。ありがたいことで。ありがたいことです。はい。急遽だったので、はい。急遽、ね、前回の代打からあまり日にちが経ってないので、はい、代打用に準備する余裕、ゆとりがなかったということで、はい。はい申し訳ございません。はい。まあ、今日は、まあ、この辺りで、お開きというふうにさせていただきたいんですけれども、まあ、皆様、台風が近づいてきておりますので、はい、沖縄本島の方も、ご注意ください。で、その後ちょっとまたカーブして九州方面に来るかもしれないような予報がちょっと、米軍の方の予報では上がってましたので、はい、そうですね、はい、米軍はちょっと、右曲がりでしたね、はい、右曲がりでしたし、はい、気象庁の方では本当、先島の方はもうほぼ、はい、先島の方はほぼ直撃コースらしいので、はい、本当、沖縄にお住まいの方ね、本当、写真、綺麗な海の写真出してるところで申し訳ないんですけど、台風の準備万端というところと、西日本の中佐を含めた、九州とから中国、四国にかけての雨の方の被害に遭われた方とか、もしいらっしゃいましたらね、お見舞い申し上げますということで、はい。ということで、締めてください。締めていただきます。はい。皆様、合言葉は栗明さん見ているということで、まあそういうことでありがとうございました。何ですかそれ。いやいやいや。はい。ありがとうございました。失礼いたします。はい、失礼します。すみません。